川端です。よろしくお願いします。今回は4つの正方形があって、ここ結んだ時のここの角 X を求めなさいという問題です。気づけば一瞬で解くことができます。はい、ではね、解説していきますが、まずパッと見た時にですね、直角三角形の合同を見つけることができますか？この直角三角形とこの直角三角形が合同になりますよね。なぜかというと、ここ正方形2個分、ここ正方形2個分の長さで1個分1個分で90度90度、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同という概になります。合同だと対応する角がそれぞれ等しいわけですから、ここが丸だったらここが丸、ここが×だったらここが×になりますよね。そうすると丸と×足したら90度ですね、この直角三角形なので。なのでこことここ足して90度になりますから、ここの角は90度、180から90引いて答え90度という具合に出すことができるわけですね。簡単だったかな。以上で解説を終わります。では